これがカラーバターの実力です。こんにちは、紫ムーミンです。はい、紫ムーミンでございます。あのね、この前ね、このレブロンの脱洗剤でブリーチした髪を黒く染まっちゃったから取りたかったのね。で、ほらすごい綺麗に取れたから、今度こういうね、エンシェールズのカラーバターってのがあって、それでちょっと綺麗に染めてみたいと思います。これね、カラーバターって何って思われた方もいらっしゃると思うので、独自に調べたカラーバターの特徴を載せとくね。よかったら読んでみてください。ちなみにエンシェールズのカラーバターは日本製だから安心して使えるよ。ダークシルバーって色とネイビーブルーっていう色とショッキングパープルって色を混ぜ合わせてやっていきたいと思います。比率はね、3対1対1でやってきます。なんかね、この生え際でちょっと実験したら、このダークシルバーとネイビーブルーだけだとなぜかこれが喧嘩しちゃって黄色っぽくなっちゃったので、その黄色みを抑える作用があるのがこのショッキングパープル。紫系はね、こういうシルバー系の黄色みを抑える作用があるって独自で調べたので、ちょっと実験してみようと思います。はい、じゃあカラーバターを実際に混ぜていきます。100均で買った器ね、使い捨てのスプーン、ほい、どんくらいかな、で2対1対1の割合ね。はい、じゃあ乾いちゃうと嫌なので蓋をしちゃいます。で、混ぜちゃいます。ここまで来たけど、なんか色味が不安なので、やっぱり3対1対1の方がいいかな。もう一回グレーを足しちゃいます。なんだろうね、このパープル味が強い感じ、不安だな。ここで市販のトリートメントね、トリートメントで色を薄めるっていう方法があります。クリアカラーね、買ってもいいんだけど、お金もったいないからこれで大丈夫かな。で、このカラーバターはもともとトリートメントみたいな感じで使うから、シャンプーして濡れた髪にそのまま塗って、で流すっていう感じの使い方でいいらしいのね。なんだけど、私は濡れた髪になんかガチャガチャやると髪が痛みそうで怖いから、一回シャンプーしてとりあえず乾かして、その上に塗っていきたいと思います。じゃあちょっとね、髪洗ってくるから待っててね。はい、お待たせしました。でも早速塗っていっちゃいますかね。で、その前に色移り防止の儀式クリームね。ちょっとね、内側の毛から染めたいので、ブロッキングは大事です。これが色ムラを防ぐコツです。
ここら辺の子って大丈夫そうだね。内側の髪はさ、もういいと思うんだよね。あんまり塗らなくても、だって見えないじゃん。普段見えないところがあんまり塗らなくてもいいって。襟足はちょっと塗っといた方がいいかな。でもさ、色がついてるところだけど簡単に塗ってくのさ、こうやって色がついてるところだと色を馴染ませる感じ。なんか不安しかないんだけど大丈夫かしら。いや、結構いい色になるかもね。てっぺんのこう色と合わさっていい色になるかもよ。これ表に見えるから直接塗っちゃっていいと思うね。で最後に前髪ね。前髪は最後じゃないとね、そんなにはつけなくていいと思う。色がつくか心配だな。大丈夫かな。全部塗り終わったのでサランラップで巻いてきます。こうやっとくと色がね、馴染んでくれるからね。さ、どんな頭に仕上がることやら。1時間ほど待ってみます。はい、じゃあ1時間半くらい経ったのでそろそろ流してみたいと思います。いい色になってる気がする。じゃあ後ろ姿はこんな感じですね。これがカラーバターの実力です。ただいま戻りました。どう？すごい綺麗に色がついてくれて安心した。このね、生え際とかはね、やっぱり紫が少し主張してる感じがしました。でもほら、真ん中の黒いところとの境界線も綺麗にボケてくれたので、まあまあ満足かな。あとね、こういうね、市販のカラー剤とこのカラーバターの違いは色が落ちてくれるっていうことかな。だからカラーに失敗してもこれのクリアカラーでチャラにすることもできるから、失敗を恐れずにおしゃれをね、楽しむことができます。で、あと今シャンプーしてトリートメントみたいにつけて流したんだけど、こういうね、今まで使ってたカラートリートメントはゴワゴワでパサパサになるっていう感触があったの、手触りが。でもこのカラーバターは優秀で、髪を流した、髪ついたやつを流してもなんかトゥルントゥルンっていう感じの手触りで、すごい良かった。あと一つね、言うのを忘れてたんだけど、これ見た目はこんなだけどすっごい優しい、いい匂いがするから使ってみて。もしカラーバターで染めるのに不安があって参考になったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね。その後の経過もお伝えしたいと思います。
誰も君を知らない。